さあ今日もやってまいります、ノンノンノスピタル。お相手はパスタ屋に行ったらいろいろ悩むんだけど結局ペペロンチーノにしちゃうのすけと、最近はミートソースが好きです。ディノンチザワイズです。あれボロネーゼとミートソースって違うんですか？なんかね言い方が未だによく教えてください。今度味の違いは、パスタの話でいくとね難しいね。タバスコかけるなっていうピザ屋があるのみたいなね、うん、当たり外れでかいですからね。なんかな自分で作った方が美味しい気がするんだよな。あんまりここのこれっていうのはないですね。じゃあとびきりっていうのはあるけど、ある、そこは美味しいな、そこはもう間違いない、そこはすげえなっていうのは、なんでそこはすげえなにみんなならないのかが不思議なんだけど。他の人のお店に、その美味しいお店あんだけどさ、みんなは言わない、そこはすごい美味しいのになんでそこみたいにみんなならないんだろうって思う。真似しないんだろう、なんでなんだろう。じゃあ店の名前はいいんで種類だけ、何でもなんでここは美味しいのっていうのはなんだけど、なんだろう、圧倒的な何の差なの。わざと差をつけてるんですかね、っていうか他のところさ、家ぐらいじゃない、なんていうの、なんであんなの出してるの。衝撃的にうまいことはないってことね。衝撃的にさ、うまくないのなんで出すんだろうと思って、不思議なんだよ、ね、パスタ中ぐらいっていうの多いですよね、確かに。別に驚かないよ、別に、まあ普通に美味しいよぐらいじゃん。なんかそっか、でもなんか満足っていうのはあんまり、なんかない、うわーっていうのはあんまないってことですね。ほぼないから、なんか他の食事に比べてか、じゃあパスタはその率が高い。他っていうとなんだ、いや例えばそばとか食いってもうわーって。あーでもそばも差があるね。そばでもあんま家でそば食わないもんね。あーパスタは作るよね、家でそば食わない、食わないですね。食うよ、食うそれとそんな変わんないよね。ねそば食わない、家でそば食わないですね。あれちょっと家から、家でそば食わない、ちょっと出たら20秒ぐらいですっごい美味しい蕎麦屋さんあるんですよ、はい、だからなんか、そうそうそう、いくらぐらい、ちょっとお高いですね。いくら森で1000円ぐらいなのかな。それって高いの、そう高いね、富士蕎麦と比べたら、そこと比べたら多分全部ダメ、全部ダメ、普通のじゃあ普通じゃ普通かな、なのに違う、美味しかったの、美味しい、まあそれは家で食わないですね、でもそば感動でする、そこのうどんが美味しいんですよ。じゃあ他のところでだから話がまたなんか変わってくる。そこで、そこでそば屋なのにね、うどんがうまいですよね。うどんがうまい、そうそうそう、うどんも差があるんだ。うどん美味しいのありますよね。あんまり感じたことないな。あんま食べないでしょ。食べなくないけど、うどんを別に家で食べてんのと外で、これ感動的にうまいなんて、あ、そうですか、あったことない。あ、じゃあぜひ。うどんなんて極めるものなのかい。そう、何の買い、わからないです。だってさ、高いうどん屋ってないよね。そうですね、いやいや、そんなそこはいくらするの、うどんは。まあだから1000円ぐらいじゃないですか。それは高いの。寿司そばに比べたらね、あれ、ちょっと待って、ゆで太郎に比べたらね、ゆで太郎に比べたら、だからさ、安い食べ物なんじゃないの。極めるところがないみたいな、あんの、あん、どういう、あ、好みがでかいですよね、硬いやわいでね、またうどんはね。そんなこと言ったらもう何の話もできなくなっちゃうね。好みの話になるよ。そこに落ち着いちゃダメだよ、好みだからね。でなるんだったらもう全部話こだわるとこあるんだろうね、やっぱね、こだわるとこ、だからそんなすごい高級うどん屋とかって、ね、2000円ぐらい、3000円ぐらいのうどんとか食ったことないですね。あるんすかね、そもそもね、確かに、確かに。だってそしたらパスタだってさ、でかいんじゃないの、振り幅あるはずだよね。パスタはあるでしょ、振り幅はね、
うどんにはないんじゃないかってことね。そう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 。そば、そばはあんの。なんか思い出と、どれくらい違うんだ。なんか思い出とか環境となんか左右されてそうだよね。うどんとかそばって結構そういう場所に行ってさ、さぬきに行ったさぬきとかさ。それ全部。それ全部じゃん。イタリアで食ったとか。これも気になる、気になる。にしても、にしてもだよ。にしてもちょっとある気すんな、あれ。にしても。でも別に高尾山で食べたそばがうまいとかないよ、別に。高尾山じゃないのかもしんないけど、なんかその、プラスされやすいじゃない、パスタより。だってもうイタリアとは思ってないからね、東京いる時にね。そもそもうどんにさ、はいはい、いろいろ入れるのは美味しいの、それはそこの何入れないです、あのいや何も入れないです、あの釜揚げ何も入ってないで1000円す、釜揚げうどんですね、それ相当すごいね、1000円だと思いますね、5倍ぐらいってことだよね、富士そばのそばそうだ、ほらやっぱ出てくるじゃないですか、釜揚げうどんですね、釜揚げうどん入ってないでしょ、何も具ないです、具ないです、具なし1000円すごい、あのつゆにつけて食うやつ、つゆそれ高級じゃん、超そうですか、じゃあ今度ご紹介、だって大体の店で何にも入ってないなんて、あ、聞いたことないもんね、釜揚げうどん美味しいですよ、ぜひあ、喉で飲むの好きだからいいじゃん、釜揚げだから釜揚げうどん連れて行こう、その高いの食べたことないやつ、そんな高い釜揚げって誰だ、俺190円とかのしか知らないからそんなあの1000円なんて1000円ぐらいです、ちょっと、800円かな、あれツルトンタンってそういうのじゃなかったっけ、ツルトンタン、あー2、3回行ったことある、あそこなんかでも結構変わったやつやりますよね、明太クリーミーカルボナーラうどんとかね、そうだよね、まあちょっと入ってるわ、おしゃれな、値段が高くなって、いやなくて、あの釜揚げうどんです、もう茹でたてのあれがまんま、へー、それで1000円すごいね、じゃあ今度ご紹介、強気、そんな人来るんだ、予約しないといっぱいです、1人だったら大丈夫、やっぱすごい高いところなんだね、いや予約しないと入れないってすごい、うどん屋行ってんだね、家のから近いすごいね、うどん屋じゃないセレブ、そば屋、そりゃさ金なくなるよ、そば屋、そば屋そば屋1000円食ってたらだって30日で3万円30日食ったら3回食ったら9万円だもんね、朝日もそんなに食わない、すごい食生活だ、さすがです。それではまた。はい。